全国の警察本部長を集めた会議で坂口正義警察庁長官は、指定暴力団山口組や神戸山口組の壊滅に向け組織の幹部を検挙するよう指示しました。6代目山口組および神戸山口組については、情勢は複雑化、流動化しており、予断を許さない状況にあります。両団体の組員等の大量検挙、突き上げ捜査の徹底による幹部の長期的な社会からの隔離、ひいては組織の壊滅を図られたいのであります。指定暴力団山口組と神戸山口組との対立抗争事件は減少傾向にありますが、1月には京都市に本部を置く指定暴力団会津虎徹会の幹部らがどちらの組織を支持するかをめぐって対立し、傷害事件に発展しました。また4月には神戸山口組の複数の幹部が新組織の結成を表明するなど、水面下での争いが続いています。